プライベート、家庭と会社、うん、これを両立するためのお金を出しましょう。子育てをする人たちの、うん、にまず優しく、はい、かつ、うん、介護で仕事を失わないようにしようと、はい、今ですと57万円、うん、こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は社会保険労務士の宇津美雅人先生をお招きして対談をですねお送りします。宇津美先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、前回キャリアアップ助成金についてですね、はい、お話しいただきましたけども、今回は両立支援助成金という、はい、ちょっと私はね、この助成金は実はあんまり詳しく聞いたことないんですけども、はい、まあちょっと私簡単に調べたんですけども、まあ、男性がこう育児支援休暇を取ったりだとか、はい、あとはまあ男性女性に限らずですかね、育児休暇とか、また、あ、介護休暇、はい、まあ、そういったものをこう取りやすくするというか、そういったことを促進するための助成金というふうにお聞きしてるんですけど、はい、調べたんですが、そんなことでよろしいですか？そうですよ、大丈夫です、はいはい、今のまさに時代的にはここら辺は働き方というか働く上でですね、課題となっている家が多いと思うんですけども、はい、まあ、そこら辺をね、ちゃんとこう会社さんとしてしっかりと支援していきましょうということが、まあ、趣旨なんだろうかというふうに思いますので、はい、まあ、まさに今の時代に必要な制度なのかなというふうに思います、はい、まあ、この助成金もちょっと軽く調べたところ、前回のキャリアアップ助成金は7つのコースに分かれてましたけども、はい、こちらは5つのコースに分かれているので、そうですね、またこれもちょっとこう素人にはね分かりにくいというか、いろいろあるなってちょっと頭こんがらがるなと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとそこはですね、こうプロの社労士の宇津先生にですね、はい、ビシッと分かりやすく、はい、教えてもらえたらなというふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもういきなりその5つのコースなんですね。そうですね、はい、それよりもまずこの両立支援と助成金、うん、両立支援助成金というのは何ぞやと、はい、そうですね、いう話なんですけど、一瞬字だけ読むとね、全くイメージが来ないんですよね、うん、はい、これは、うん、要は、プライベート、家庭と会社、うん、これを両立するためのお金を出しましょうと。あ、会社とプライベートの両立で両立支援、はいはい、うん、なるほど。前政権の、安倍さんの時に、はい、まあ、働き方改革がスタートしましたけど、うん、はい、その時に、うん、介護離職ゼロって安倍さんずっと言ってたんですよ。そうでしたっけ、はい、あんまり印象になかったです私。うん、まあ、いろいろ言ってましたから、うん、あれなんでしょうけど、で、一つはその育児、うんうん、子育てをする人たちの、うん、にまず優しく、はい、かつ、うん、介護で仕事を失わないようにしようというこの2つのテーマを実は働き方改革関連法、うんうん、法律ができるときに結構割合宣伝してたんですよね。だからそういう人たちをこう支援するための助成金がこの両立支援助成金なんですよ。実際やっぱり会社を辞めるきっかけって、はい、まあ、女性だったら育児の時とか、はい、まあ、男も女も関係なしに、まあ、親の介護、はい、ここ結構やっぱ言われますもんね。そうですね、うん、でそういった人たちをどういうふうに支援したらいいのか、うん、ということのために、うん、まあ、お金出しましょう、制度、会社の、社長さん、そういう人たちをフォローするために制度を作ってください、はい、例えば時間を短縮するとか、うん、残業をさせないとか、はい、そういったものを導入したら、うん、お金が助成金として出ますよというのが簡単に言っちゃうとこの制度です。要は会社側がそういったことに対応しやすいような制度設計しなさいねっていうことの、はいはい、まあ、助成金だと。そうなんですよ。なるほどですね。でもう少しちょっと遠目に見ると、うん、実は労働人口って減ってくんで、うん、あ、そうですね、いわゆる人口がどん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 減少してって、少子高齢化で、はいはい、働き盛りの人たちがどん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 減ってきます、うんうん、そうですよね。そうするといわゆる労働力としての国力が落ちてしまいますので、でそこで国が言ったのは、うん、一億総活躍時代で、はい、誰でも活躍できる世の中にしましょうと、うんうん、でどういうこっちゃ、うん、って言ったら、要は年取ってる人も労働支持に戻ってこいと、で子育ての問わずだけど子育てしてる人たちも、うん、ほらこういう支援があるから、うん、もうちょっと働いてよと、うん、こういったことで、はい、例えば優秀な女性の社員さんが育児のために辞めちゃうと、うん、それもったいないですもんね実際ね、うん、そしたら、うん、旦那いるんだったら、うん、旦那に休み取らせて少し面倒見させよう、そうですね、こういったことがこの両立支援助成金の中で、うんうん、
いろいろ仕組みとしてそのコースに分かれてるんです、まあ、いわゆるそういった保育園をいっぱい作るだとか待機児童を減らすということの取り組みとはまた別に、はい、そっちのこう会社側の方の動きとしてもやりなさいと、はい、そうですね、なんですね、うん、で5つのコースということで、うん、男性の育児休業を取得するための促進が、うん、はい、まず1番目ですね。なるほど。で2番目はその介護、うん、介護に残念ながらこう介護して辞めなきゃいけない、うん、でも辞めたくない辞めさせたくないというためにこう離職を防止するための支援策、うんうん、で3つ目が育児の、ために離れなきゃいけない人たちをこうそんなことし大丈夫だよ育児休業中もこうですよ育児休暇とってもこういうふうになりますよというのがこの3番目。なるほど。で4番目がこれ再雇用を、うん、してくださいと、うん、育児や介護で辞めた人たちを戻ってきてもらいましょう、はい、カムバック支援なんです。カムバックね、ええ、なるほど。もう一回再雇用して活躍してもらうと、はい、うん、でそういう人たちが、そういう人を受け入れたらまだお金出しましょう、うんうん、それと女性活躍の推進でこの女性活躍加速化コースっていうのがあるんですけど、これは例えば、日本の中小企業大企業も含めて、はい、まだまだ管理職で女性の割合が少ない、うん、少ない、うん、取締役で女性の割合が少ないと、うん、これを欧米と比較すると、うん、結構差がつきすぎちゃってると、うん、これを解消しようと、うん、本当は女性優秀なんだと、うん、いうところをこうもう一回見直しましょうというところのものです、うん、じゃあその女性を役員さんにまあ、起用したら、はい、まあ、なんか出るみたいな感じなんですか。これはですね、うん、まあ、簡単に言っちゃうと例えば何年間かの計画で、うん、女性で管理職の割合を、うん、女性管理職の割合を何割にしましょうと、うん、この何割何パーセントっていうのは、うん、これは企業ごとのその目標設定が、事前に計画届け出をして、はい、うん、あなたの A 社はこのぐらい B 社はこのぐらいという設定をして、うん、はい、それに目標が達成したら初めてもらえると。あ、まあ、一応目標は任意設定だけども、はい、その目標を達成したらもらえると、はい、まあ、結局会社の組織の大きさとか、はいはいはい、業種や業態、うん、そういったものによってそこが差しどころが違うというところで、うん、この女性活躍加速化コースというのはそういったところで、数値設定で、うん、目標管理をしてで目標達成したらもらえるというものなんですけど、はい、面白いですね、はい、ただやっぱり簡単に変なんですけどお金がもらいたいがために、うん、じゃあどうぞどうぞっていうわけにもやっぱりいかず、そうですよね、ここはちゃんと見極めてそういう人材なのかどうかとか、うん、どういうふうにするのかとか、女性金もらいたいがためにね、はい、パン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 使って雇用して女性をいい管理ポジションに入れても意味ないですからね、はい、そうですね、うん、で特に注目を浴びたのが、うん、やっぱりこの育児休業で、男性、うん、男性が育児休業を取るときに助成金がもらえると、うん、はいはい、これ最初中小企業の場合なんですけど、はい、1人初めて1人出た場合は、うん、今ですと57万円お結構もらえますね、はい、最低5日、うん、5日間の育児休業日を作る、はい、うん、でこれは割合サクッともらえるんで、うん、もしそのいわゆる皆さん の、うん、会社の中で、うん、出産間近の、はい、男性社員、うん、女性社員なら分かりますけど、うん、男性社員、うん、そういった社員さんがいらっしゃって、うん、でかつ育児休業を取りたいよ、うん、というか逆に会社から取ってよと、はい、うん、取っていいよと取っていいよと、はい、取れる取りなさい、うん、といったようなアプローチをすることによってこう会社があうちの会社男性でも育児休業取れるんだと、うんうん、そういう土壌ができてできつつあるっていうかそのための助成金なんですよ。なるほど。じゃあもうあれですね、社員さんにそういう対象になりそうな方がいる会社さんは、はい、ちょっとこれを実際に、ね、申請するのはありですね、はい、そうですね、せっかくですからね、うん、見込みでもやっぱり、うん、ある程度計画を立ててて、はい、それでこの助成金を、うん、ちょっと将来見据えてエントリーしておくっていうのもポイントだと思います、うんうん、そうですね、はい、まあ、今結構男性でも育児休暇取る方増えてますもんね。そうですね、うん、だから取りやすくなるはずです、うん、そうですよね、はい、これ実はその育児休業法という法律があって、うん、
これができた時にやはり女性は、うん、あの産前産後、うん育児休業という形で取られる方が多かったんですけど、はい、今のいわゆる男女雇用機会均等法なんで、はい、男性にも育児休業取れる権利 もちろんあるんですけど、うんはい、まあこれが何年か前までやっぱり取る人ほとんどいない、空気的になかったですよね。ないですね、そういう空気は、はい、何言ってんのみたいな空気になりますもんね、はいはい、で率先したのが公務員の方々、うん、公務員の方々がこう数値目標で、うんまあ、国家公務員の方や地方公務員の方いらっしゃるんですけど、うん、頑張りましょうと、うんいうことで、うん牽引をするはずだったんですけど、うん、やっぱり民間だとなかなかいかない、うん、うまくいかないと、なかなかそのいわゆる昇進とか、はい、キャリア形成の中で、はいはい、やっぱり1年とか2年とか、あ、そうか、あ、5日間なんですか、そうですよ、まるまる1年とかじゃないですね、はい、あ、そこそこ、だからちょこっと、まあ、うん、この助成金はそういう対象ですけど、うん、やっぱり育児休業のイメージって、うん、今金間さんがおっしゃられた通り、うん、1年とか半年とか3ヶ月とか、うんうん、そういうイメージがやっぱ先行しちゃったんですよ、ね、だからそうではないの、ええ、だからちょっとなんかあのお母さんが忙しい大変な時に、うんお父さん若いお父さんが頑張って2人でこう子育てをするというイメージの、制度を作りましょうというのがこの制度の一番なんかあの導入しやすいと言いますか、理解を求められて、うんまあ、昨今はこの両立支援のコースで結構申請されて、まあまあ、いわゆるスポット的な感じでこう数日のレベルで、はい、あの奥さんの体調がある時にこう応援するときのためとか、はいはいまあ、ちょっとそういうぐらいのレベルなんですね、はい、そうですね、うん、それでも要は休める雰囲気ができたよっていう会社さんに対しては確かにお一人当たり、うんうんまあ、の新規の場合57万円、うんうん、で、これ2人目とか3人目 もう額ちょっと減るんですけど、うん、半額とかまたその半額とか、うん、結構その1人当たり出てくるんですよ、うん、なるほど。で、まあ、それが一巡して翌年も翌々年も、うん、あの同じような形で2人目3人目、うん、4人目って、うんもらえる制度なので、なるほど。あのそんなにこう今の世の中的に割合こうニーズが高い、うん、高いですね、はい、うん、そういったものがやっぱり今メインですかね。確かにそのがっつり1年とかそういった期間に休むんじゃなくって、はい、そういったこう短い時でも休める制度があるっていうのは助かりますもんね、はい、あ、そうそう、それを導入するための助成金と。そうですね、それは要は今言ったその初回なら57万円っていうのは、はいはい、あのまあ、何人も社員さんいる中の、まあ、1人目がいて、はい、で2人目っていうのはまた違う人が使ったらその場合はもう半額になる、はい、そうですね、そういうことなんです。そういうイメージ、会社レベルで何人目かっていう話なんですね、はい、そうですそうです、その子供が何人目かとかじゃなくて。あ、違いますね、はい、なるほどなるほど、はい、で、まあ、それが一つと、はい、あとはあの赤野さん冒頭でお話になってたような介護、はいはい、介護離職、うん、これを防止するための支援の助成金というのもあります、うんうん、これも今後ね、どんどん需要というか増えますよね、はいはい、うん、で、これ何年か前は、うん、介護離職防止の政策を立てればお金もらえますよって言って、うんうん、はい、作文して、うん、皆さんわーっと群がって作文して作ったよって言って、はい、ええ、終わっちゃったところがあるんですけど、あ、そういうのがあったんですか、はい、そうですね、これ今はですね、うん、あのちゃんとその介護する社員さんが出た時に発動しないともらえません、うんうん、なるほどなるほど、はい、でこれもその中小企業の場合はお一人最初の時に57万っていう数字が出てくるんですけど、うんうん、はい、これは介護をこう支援するための政策も一緒に準備された方がいいと思いますね、うん、例えば、まあ、冒頭ちょっとお話しさせていただいた時間短縮ですとか、うん、残業禁止とか、あとどうやってフォローするかとか、うん、そういったものを会社として、うん、政策としてこうプランニングした場合は、うん、プラスアルファでまたお金もらえるケースもあります、うん、あ、なるほど、はい、結構制度が複雑にこう何層にもなってたりするんですね。そうですね、うん、だからそれはこう会社の規模や、うん、まあ、業種業態もそうなんでしょうけど、うん、私たちどこまで果たしてできるかなとか、うん、このぐらいはちょっと厳しいかなとか、うん、ということがあるので、うん、政策までは持てないけど、うん、実際に発生した時にはどうフォローするかぐらいなイメージであれば、はい、うん、そんなに難しくはないと思いますし、これはこの介護の問題に関しては、う
これから私たちが本当に直面せざるを得ない問題だと思いますので、で会合があるんで私辞めますと、国帰りますと、それじゃあね、介護する側の生活っていうことをやっぱ考えた時に、いろいろ困難が待ち受けてくるんで、それをこうフォローするためにやっぱり企業としてどういうふうにケアをするのかと。そうですね、ここはでも本当にその助成金もらうもらわない関係なしに、取り組むべきところだというところですよね、その中小企業さんとしてはね。そうですね、人材のやっぱ辞められちゃうとね、しかも介護をしなきゃならないお年の社員さんって結構そうなんです、油乗ったもう結構、ね、中堅以上ベテランの人が多いんで、頼りたい人材ですもんね、本来的には。それがそうやって辞められちゃったら困るっていうのもありますよね、実際に私のクライアント様でも、その部長クラスの方がやっぱり、そうですよね、こういったことに直面しまして、会社としてはもうキーマンじゃないですか、そのキーマンがいやちょっと親の介護で申し訳ないけど、っていうわけにもいかず、本人も悩んじゃってる、で会社としてもやっぱり悩んじゃうと。そうですよ、お金だ、ね、助成金制度作れば全てが解決するかっていったことではないんですけど、でも少しはやっぱりこうフォローできる体制があることによって精神的な負担が減るケースが多いんで、やっぱりこれは助成金に限らず、企業の皆さんはやった方がいいですね、考えないといけないですね。またそこの今はちょっとちょうどこのコロナの影響でそのテレワークっていうのがすごい注目されてますけども、あとこのねテレワークをうまくね、活用するっていうのもありですもんね。そうですね、田舎に金がないところでケースがあるだろうか、そういった意味も含めてその、テレワークとか、あとは最近ワーケーションなんて言われてますよね、ありますね、旅行先で仕事するみたいなやつですね、もう本当にできるのかよっていう話もありつつもたまにフェイスブックやってる人なんですからね、だからまあそういったものをこう、組み合わせてやっていくっていうのは一つ解決方法っていいますか、そうですね、突破口になってくると思うんですよね、だから結果的にいろんな働き方がコロナの影響でできていたから、それをこう前向きにうまく活用していって、でその中でこういった助成金も使いながら、そういったまあ介護対応だとか育児対応っていうことを会社として制度を作っていくっていうのは、これはもう本当に求められていくことだし、それによっていい人材も入りやすくなるとか、離職率も減るだとかっていうのがあるから、これはうまく使うとすごくいいですね、あと育児休業の支援もやっぱり普通に産前産後、会社抜けちゃう間、代わりの人を採用する、採用っていうか派遣さんとかで、その費用が出るとか、そういったものもありますので、なるほど、もうちょっとこう、具体的にいろいろ調べると、その各社うちならこれ使えそうだなというのがありそうですね、ありますね、で趣旨、まずどういった趣旨でこのお金が出るかということを考えてもらえれば、それに紐づく、会社として必要なものとして紐づけるのであれば、この両立支援の助成金も非常に使い勝手はいいと思いますし、そうですね、社会的なこうなんていうんですかね、支援体制がまずこれを読むと理解できますし、で自社に使えるということであれば、そんなになんていうんですかね、厳しいものではないはずなんですよね。なるほど、はい。ちなみに宇津美先生は基本的にこう顧問先さんをね、普段こうご支援されていると思うんですけども、こういった助成金をスポットのご相談で受けていらっしゃるんですか？スポットは基本的には受けてないです。なるほど。なんでかって言ったら、これ例えば提出代行で社会保険労務士の印をして、我々が提出代行しますよね、そしたらそれでもし不正受給が発覚した場合は、社労士も連帯責任になっちゃう、ね、らしいですね、で何年間か、助成金業務が停止になるので、だからチェック入っちゃうんですね。チェック入るんですよ。だからこれそうですね、スポットではお受けしてないんですけど、顧問としていつもお付き合いさせていただいてるところだと、逆に提案しやすいんですよね。そうです、そうですよね、状況分かってるから、だから例えばパートさん、先ほどのそのキャリアアップパートから、正社員変えるって言ったら、こういったものを使える可能性ありますよとか、この両立支援、お子さんが生まれそうな形の社員がいるんですけど、こう育児休業を取ってまた復帰したいんですけどって言ったら、じゃあこういった方法で、派遣さんをお願いしてそれで復帰するということであれば、この育児休業等の支援コース使えますよとか、提案はこちらからしやすいです。なるほど、なるほど、はい、
だからやっぱりそういったトータルで、ね、こう対応してもらうということで言うとやっぱ顧問契約制度 ね、 そうですね、まあ、会社側も安心だし、はい、いろんな情報もらえるしというところですよね、はい、わかりました。まあ、ちょっとスポットで受けてもらえないとね、残念なところがありますあ。すみません。他の社の人は含めて、ええ、あのスポットやってる方もいらっしゃるでしょうし、そうですね、まあ、あとはあの見てくれてる方々にもですね、その顧問社労士さんもいると思うので、はい、ね、そういった方々をうまく、ね、活用してっていうか、まあ、質問して、まあ、その制度を深く知っていくっていうのもいいかなというふうに思いますね。はい、まあ、あのこの男性の、ね、育児休暇の、まあ、これどんどん、ね、あの男も育児に絡めという、うん、まあ、時代的な流れというか、ね、そうですね、要請もありますし、はい、まあ、そこにしっかりと対応できるというところもありますでしょうし、はい、まあ、あとはそもそもその女性の活躍というのはずっと言われてきて、はい、まあ、そういった活躍の後押しもするという助成金、はい、でさらにそういった介護の、ね、対応、はい、まあ、先ほど言ったようにそのもう本当50代後半に差し掛かった方々の本当にこう会社の中心的な人物が介護で、うん、ちょっとね、一線から仕事かけならないというのは非常に損失だと思いますので、はい、まあ、そういったことに対する環境整備に使えるというのは非常に、まあ、あの、ありがたいし、まあ、会社としても重要なテーマになるというところですよ ね、はい、すね、まあ、こうやって従業員さんが、ね、こう働きやすい環境を作るということはやっぱあの社長さんとしてというか、まあ、会社として、ね、はい、すごく重要なあの、まあ、要素、会社運営の中では要素になっていると思いますので、はい、まあ、社員さんの、ね、成長ですとか、まあ、定着にも当然つながっていくことだと思いますので、はい、まあ、ぜひですね、今回のこの話ですね、効果的に助成金を使ってもらって、はい、まあ、前回のキャリアアップ助成金もですね、同じように、中小企業さんの多くは使いますので、まあ、合わせてね、はい、検討してもらって、で社労さんにご相談してもらってですねご支援してもらうといいというふうに思いますので、ぜひ、はい、ご参考としてください。はい、はい、今回はですね、お忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。